どうもこんにちは、イケメン研究所所長です。どうも、同じくイケメン研究所のバーニーです。アシスタントのミキプリンです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様始まりました、イケメン研究所の総選挙ステーション、この番組はですね、3月14日に開催されるイケメンシリーズ総選挙2018に関する情報を皆さんに心を込めてお届けする報道番組です。なぜ我々がこの番組を配信しているかというと、今回の総選挙は我々イケメン研究所が主催をしているからなんです。さすが所長ですね。ということで、総選挙を主催するからには、この番組を通して総選挙の魅力や情報を余すことなく盛りだくさんで、週1回の配信をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まずはイケメンシリーズ総選挙2018の説明をミキプリンさんからお願いします。はい、イケメンシリーズ総選挙2018、あなたの心を浮き立たせるのはとは、イケメンシリーズの13タイトル総勢159名のイケメンキャラクターの中から人気ナンバーワンを決定する非常に大規模なイベントです。ありがとうございます。今回は、あなたの心を浮き立たせるのはというテーマですが、このテーマになったきっかけを所長教えてください。はい、私も長くイケメンを研究しているんですけれども、イケメンとは女性の心を浮き立たせることではないかという、仮説にたどり着いたわけなんですよね。それはどういったきっかけがあったんですか？実はミキプリンがイケメンシリーズをプレイしている顔を見たときに、私はこの仮説が浮かびました。なるほど。心が浮き立っているなと。おお。イメージとしては、イメージ、はい、えこんな感じですかね。ちょっとでも結構素敵ですね、これ。そう、この笑顔が心を浸ってるなと。素敵な笑顔。本当ですか？隠し撮りじゃないですか？盗撮ですよね。盗撮というよりも、なんかこのシャッターチャンス逃さないようなパチンって笑顔になる習慣を、はい、もっと私は見たいんですよ。なるほど。見たいんだ、はい、バーニー。だからそのために俺は何でもしようと思ったんだよ。あ、もう、わかりました、所長。いや、わかりました。一回落ち着いて。こんな顔になるように。いや、落ち着いてください。こんな顔私見たいじゃないか。いや、わかりました。もっと見たい。気を取り直しまして、はいはい、はい、今回の総選挙のスケジュールを、ミキプリンさんお願いします。はい、今年のスケジュールですが、予選と本選に分かれておりまして、11月17日から24日に実施された予選で、タイトルごとのツイッターのリツイート数が上位5名が2月14日からのアプリで始まる本戦へ出場することができます。ありがとうございます。では、本戦へ出場が決定したキャラクターをタイトル別に見ていきたいと思います。まずは今年リリースした新タイトルのイケメンヴァンパイア上位5名を見ていきましょう。こちらを見てどうですか？彼ら偉人のヴァンパイアということで、はい、顔なんですかね、こうまとまった感がありますよね。全員まとまって、オーラ、オーラ、イケメンなオーラが出てる、うん、はい、これは集合的にまとまったイケメンのオーラを感じます。集合的にまとまったイケメンのオーラまとまったオーラですね、はい、あとやっぱり髪色が全員違うというところがポイントなのかもしれないです。確かに、はい、もう髪色っていうのもイケメンを構成する要素かもしれないですね。私は黒色ですけれど。続いては、こちらイケメン革命を見ていきましょう。こちらです。ランスロットさんがお見えにならないんですけども。そうですね、彼に関しては結構やはり人気のキャラクターだとは思うんですけれども、はい、注目されたキャラクターとか、他の黒のキャラクターが結構魅力が集まって出たのかなといったところではありますね。例えばルカとか、はい、ね、今回やっぱり本編の配信とか、うん、タイミングも重なったっていうところとかも、はい、やっぱりちょっと、フューチャーされたっていう。なるほど。やっぱりイケメンフューチャーされると力を発揮するものではあるので、うん、その分のパワーが出たのかなっていうのは分析されますね。はい、それでは続きましてイケメン戦国の方を見ていきたいと思います。こちらです。そうですね、全員刀持ってるのでやっぱり威圧されますね。怖い。じゃあイケメン戦国ですからね。そうですよね、はい、他に何かポイントみたいなことあるんですか？どういったっていうことはないかなと。いろんな要素のいろんなキャラクターがそれぞれ入ったなって。なるほど、それぞれがそれぞれで入ったっていうところ。なるほど。俺様キャラクターであったりとか、はい、フューチャーするべきはやっぱり去年1位だった上杉謙信かなと思いますね、はい、そうですね、今回4位という結果ですもんね。謙信さんに関してはちょっとやはり去年
まあ、前線したんですけれども、はい、ちょっともしかするとそこで気の緩みが出てしまったのかもしれないんですけれども、ね、あ、なるほど、気の緩みで4位まで、うん、まあ、でも上位に入ってますしね、本戦の方ではもぜひ頑張っていただきたい、まあ、そうですね、あくまでも予選で大切なのは本戦なので、はいはい、続いてはスイートルームの眠り姫上位5名を見ていきましょう。こちらです。で分かる通り、まあ、感じるのは圧倒的な、はい、やっぱりなんていうんですかね、マネーパワー。ああ、なるほど。まあ1位今回、まあ、ケイが選ばれたということで、はい、まあ、彼もやっぱりモデルみたいなところ、うーん、モデルみたいなところっていうみたいなところみたいなところはやっぱりあるかなと思いますね。続きまして、100日間のプリンセスですね、はい、イケメン王宮、まあ、王宮シリーズからはね、はい、2タイトル出てるんですけれども、はい、今回、はい、入ってる、まあ、マランとかで、はい、まあ、やっぱりシリーズを代表するセンターの、はい、まあ、王道なところがやっぱり来たかなとは、うん、もう、まあ、私も若干意識をしているんですけれども。あ、そうなんですか。はい、どの辺がアランとじゃあ似てるかなと思われてますか。髪の毛の色とか、まあそうですね、まあ、黒くて他なんかあります。そうですね、気になります。目つきの優しさとかどうですか。このなんか なんですか、優しさっていうか。メガネ外すの躊躇しましたね。メガネ外せなかった。はい、続いてはイケメン幕末の方を見ていきたいと思います。ハンペーターですかね。ハンペーターのやっぱりポージング。ポージング、うん、どういったポージングされるの。あ、俗に言う首痛いポーズみたいな感じですか。まあ、まあ、イケメンと言ったらそのポーズですもんね、まあ、イケメンと言ったら、まあ、これは結構外せないところ。なるほど。感じるのかなと、はい、どうですかね、うん、まあ、うん、はい、続いてですね、続いていきましょう、イケメン薬局新章イケメン大奥イケメン王宮そして旧タイトルの上位5位を見ていきたいと思います。こちらです。まずはイケメン薬局の方からですね。5位はローガンはやっぱりちょっとローガンさん、ローガン様は、はい、ピックアップしたいですね。どういったところを注目していますか。やっぱり首元が温かそう。首元が温かそう、はい、やっぱりそのゴージャス感っていうのをやっぱりこう、はい、出して、首元ってやっぱり大切なんですよね。ああ、そうなんですか、うん、首元でこの圧倒的なオーラをやっぱり出してる。まさにイケメンかけるファーは結構最強なんですかね、はい、最強ですね。もうやっぱりイケメンとファーが組み合わさったらもう投手になれますよね。投手になれます。投手になります。はい。投手になりますから、ね、はい。何の投手ですかね。うん、はい、家です。はい。はい、それでは続きまして、新章イケメン大奥の方を見ていきたいと思います。まあヒューガですかね。あ、ヒューガ、ゴイのヒューガさん。はい。ヒューガさん。まあ彼お兄さんなんですけれど。はい。お兄さんってね、うん、響きがやっぱりね良くないですか。そうですね、うん、やっぱお兄さんキャラはそのなんかお兄さん欲しい方とかはね結構いいんじゃないですかね。好きになりそうというか、うん、傾向ありますけど、さっきからちょっと1位の方あんまり触れてないんですけど、1位のじゃ今回夏さん、うん、どういったところがやっぱ1位になる人気というか。夏に関していくとやっぱりもう俺様ですかね、はい、あー、なるほど、うん、そういった俺様キャラの方が結構上位に食い込みやすいということですかね。まあそれはそれぞれですよね。わかりました、ありがとうございます。では続きましてイケメン王宮の方を見ていきたいと思います。ルイ、はい、ルイ、やっぱりルイですかね、うん、この目がたまらない、垂れてる感じで儚い感じですか。そうですね、儚い目をしている、はい、その目を覗き込みたいなと女性は思ったんじゃないですかね。覗き込みたいんですね。覗き込みたいです。覗き込まれたいんじゃなくて覗き込みたいんですか、うん、覗き込まれたいなっていう女性は多いと思います。なるほど、はい、続きまして、アプリで運用が終了したタイトルのランキングを見ていきます。うん、まあ、制度派っていくと、まあ、ウィルフレッドとか。あ、なるほど、うん、8位ウィルフレッド、制度派なところで、まあ、ちょっと、うん、芯が通ってる感じはしますよね。だからこそのランキング入れてる。そうですね、所長ありがとうございました、ね、はい、ここまで予選を突破したイケメン55人を発表してきましたが、今回ですね、各タイトルの合算の順位も出ています。
俺も所長も、記念出場として予選に参加させていただきました。ありがとうございます、うん、そちらの方の結果も出ていますので見ていきたいと思いますね。1位から80位まで出ておりますが、はい、はい、まあ、1位が堂々の伊達政宗が、はいはい、まあ、1位になりました、うん、はい、まあ、あの全体的に、まあ、戦国は、はい、うんうん、1位2位を取りましたね。そうですね、はい、ワンツーフィニッシュで、はい、そして、まあ、あの革命も革命そしてヴァンパイア、はいはい、もう結構上位に入っている感じではありますね、うんうん、まあ、といった意味で、まあ、革命のところは、まあ、先ほどありましたけど13位まで入ったランスロットが、はい、本戦に出れないっていうのは、まあ、ちょっと残念かなっていうところではあります。かなりの人気キャラクターなんですが、うん、ちなみになんですが俺の順位ですがなんと43位になりました。ありがとうございます。いや、もうこれだけの歴史のあるんですねイケメンの中でもうこういった43位という順位いただけて、うん、僕はもう本当心からすごく嬉しいです。本当皆様ありがとうございます。もうこれからもね、もうどんどんこのイケメン研究所盛り上げていこうと思いますので、もうこれからも本当に、たくさんの応援お願いいたします。いや嬉しいです。もう本当にね、どうしました所長。あの私の順位、いやでもは、うん、83位83位、うん、つまりね負けてるんだよ。誰にですか。バーに負けてるって言ったらそうじゃん。俺にですか。あなた何位だったのって。僕は43位でした。ありがとうございます。本当にじゃなくてさ、はい、じゃあありがとう、まあ、いや本当に嬉しいです。もうすごく嬉しいです。もうだって、いやいやこんなたくさんイケメンで、あ、違うか、あの負けてるんだよ、私が。いやでも僕私が負けてる。ちょっと聞いて。どうしました。こんなことありえないと思う。これ私が負けてるということはありえないと思う。つまり、はい、バーニー何か使った賄賂的な。いや、絶対決して使った。もしかしたら DM を一人一人送って、してお願いします、バーニーですとか。いや、そんなことはしません。もう結果として認めない。認めない。疑っている。この結果は、この結果はもう絶対認めない。まあ、ちょっとフェアじゃないかなと思っているんで、はい、今ここでバーニーと勝負したい、うん、え、勝負ですか。勝負したい。いきなり題して、はい、どっちがイケメン心浮き立たせ勝負。どういうゲームですか。まあ、ルールは簡単、はい、決められたシチュエーションに対して、はい、どちらがよりイケメンで女性の心を浮き立たせることができるかを競う。なるほど。まあ、あの公正にいきたいので判定はミキプリに行ってもらう。私がどっちかを、うん、あげますよ、はいはい。まあ、それではテーマを発表します。テーマ、はい、はい。絶対に勝つと思っていた相手に負けて落ち込んでいる年上の彼女にイケメンな一言、はい、それでは早速やってみましょう。まず5番にから、はい、うん、分かりました。絶対に勝つと思っていた相手に負けて落ち込んでいる年上の彼女にイケメンな一言。どうしたんですか。負けちゃった。勝つと思ってた相手に。そうなんですか。じゃあ僕と勝負しません。そしたら僕がわざと負けてあげますよ。手ごわいね。じゃあ次は所長ですね。はい、はい、じゃあ所長ですね。絶対に勝つと思っていた相手に負けて落ち込んでいる年上の彼女にイケメンな一言。悔しいね。俺もすっごい悔しい。次勝ったらアイス食べに行こう。まあ勝ったかなと、うん、まあそうですね。まあ、今回私のセリフキーワードは同調、はい、彼女に対してねやっぱり、はい、うん、同調したっていうところで最後アイス、はい、アイス女性好きだからね。あ、スイーツ、そうですね、うん、じゃあミキブリ難しいですね。判定をどうぞ。バーニー君で。ありがとうございます。やったー。そうですね、所長はやっぱりアイス一緒に食べたいって思うけど、その一方でやっぱバーニー君は可愛らしさがあって、はい、敬語を使って言ってくれるから、はい、それは年上女性はすごいなんかちょっといいなと思いつつ、俺が負けてあげるよみたいなこと言ってくれると
可愛いって思いました。いや、よかったです、うん、ありがとうございます。まあ、まあそういうね、はい、ところを聞くと、まあ、あの腑に落ちないところはあるんだけれど、まあ、2人でね、あの、はい、今イケメンの言葉とかを体現していくっていうのは、まあ、かなりイケメンに対する考察が深まってよかったのかなとは、はい、うん、思うから、はい、まあ、これもっと続けていきたいなと思う。そうですね、うん、ということで今回の放送はこれでおしまいです。次回は1位になった伊達政宗と俺様のキャラクターに注目いたします。12月の22日に配信されますのでぜひ見てください。次回もお楽しみに。バイバーイ。もっと俺と一緒にいたいですか？チャンネル登録、こちらです。